はい、ゆうすけです。今回はジョジョ SS の SR&SSR 的中率超絶アップの期間が来たので、今回もおまけ抜きで5回いきたいと思います。で、開催期間が2015年の8月4日の23時59分までですね。覚醒ユニット的中率アップ、覚醒済みユニットが一定確率で獲得できる。はい。で、ボーナスの発生率もアップしていて、今回の新キャラは SSR のジョセフ&シュトロハイムですね。意外なコンビの SSR が増えました。で、あと SR の歌教員のりあきですね。はい、というわけで5回引きたいと思います。で、ダイヤが95個ありますね。最近開口をやるようになって、極みはまだやったことないんですけど、下の2つをクリアするだけで5個もらえるんで、それでかなり増えましたね。はい、じゃあ5回引きます。で、今4なんで、ボーナスもあるんで6回ですね。6回引きたいと思います。1回無料で引けるんで。はい、1回目、欲しいのが SR のブラフォードと SSR のザワールドのディオと SSR の先導パワーのツェペリが欲しいです。はい、レアのブラフォード。はい、よし、2回目、フレンドの先導パワーと、先導パワーかザ・ワールドのディオを使ってるだけで勝てますね。はい、レアのグレーフライ。で、あと自分の決戦バニラのバニラ使ってって感じで、極みはちょっとなんかいける気がしないですね。全然育ててないんですけど、フレンドのおかげで開口もクリアできるようになりました。はい、3回目。お、オラオラで稲妻来るんじゃない。あれ3連続レアですか。はい、おまけ来い。来たか。来た、おまけ。よし、負けは嬉しいな。お、またオラオラ稲妻。あれ、レアばっかりですね。あら、4連続レアですね。虹みたいな。4回目かな。あれ5連続レア、やばい。おまけきて、はい。で、ボーナスで5回。あと2回引きます。これ合わせて。どこどこで稲妻。おー、やっと SR 来たー。アブドゥル。全然育ててないですね、確か。30。はい、じゃあラスト行きます。虹みたいな、本当に。どこどこ稲妻。お、 SR。 わー、ジャナさん、アビリティレベルが上がってくれると嬉しい。よし、全然上がってないですけどね。
はい、終わりです。はい、おまけ合わせて合計で何回引いたかな、7回引いて、レアのブラフォードが2体とグレーフライ、カーズ、ジャック・ザ・リッパーで、SR がアブドゥルとジョラサン・ジョースターですね。はい、というわけで、このレアのブラフォードも多分強化で使ったんで初めてゲットじゃないかな多分。はい、というわけでまた SSR 引けずでした。しかもレア多かったんでね、ジョナサン・ジョースターぐらいでしたね、嬉しかったの。はい、というわけでまた確率アップの期間が来たら引きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。